画面写真を提供いただいてますので、そちらを共有しながらですね、場面についてですね、話し合ったりですとか、ゲストのお三方には、まあ、現場での裏話などもしありましたら、お話なども。2年半前のことって結構覚えてるもんですか？どうですかね。全部覚えてる。ちょっと、いや、写真見ながら覚えてるかどうか。意外と2年半で昔だからね。これはですね、結構映画始まって大体10分ぐらいのシーンなんですけど、まあ、主人公の陽子が、まあ、兄が浮気してる現場を抑えて、で、あの女の人気になるなと思って、後をつけていくとですね、喫茶店に入っていくんで、このカフェで、なんか、何してんだろうなと思っても、意を決して中に入っていって、最初に対面した時の顔ですね。ちょ先ほどうど、お話の中にも出ました、パスタ食べてるところですよさっね。きのそうです。中にちょうどスパゲッティを飲み込んだ後ぐらいの顔だと思いますね、これパスタが美味しいという評判のお店ですもんね、ここね。は。そうですね、まあ、彼女が登場する最初のカットですね。そすれまごでいイはメーチラッジと一映るんです番け残ど、るし。ありがとうございます。なんかずっと顔が、例えばブレてたりとか、フォーカスが合ってなかったりとかして、ずっと顔が映ってなくて、実際どんな人なのかなって、主人公と同じ視点で最初に対面した時の顔なんで、すごく印象的に撮りたいなと思って撮ったシーンですあれだよねー、これ。ね。出たーって感じで ね。やっとまともにね、入れたと思います。ここの口のシ周ーン、りについてますよ。ね、ここのもシーンの、の僕の印象として、すごいカットがパッ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 と切り替わってるような印象があったんですけれども、そこって何か意識されて、まあ、どういう効果を狙われたのかなというのをちょっと伺いたいなと思うんですけど。やっぱり僕としては映画ってなんか、なんて言えばいいんだろう、一種の乗り物みたいに見てほしいなと思ってて、例えばこのシーンだと主人公の陽子に感情移入しながら見てほしいなと思ったんですね。だから観客の皆さんにはここで陽子に乗って一緒に見てほしいと。なので、なんか初めて誰かに会いに行くシーンの時ってちょっと緊張するじゃないですか。なので、彼女の視線というのをすごく気にして、まあ、まずカフェに入ってきて、辺りを見回したら、あそこに後ろ姿の彼女がいるっていうので、彼女の姿を捉えて、その後彼女の、まあ、陽子の顔を撮ることで、入ってきた人のその緊張感を移入してもらうというか。で、今度は彼女が近づいていくのに、一緒に合わせてカメラも一緒に動いて近づいていくと、まあ、どんどん彼女に乗っていくような感覚になれるというか、そういう意味でのカット割りがありましたね。ここのシーンに入る前のシーンで、日曜日の昼間から、まあ、岩合さんが一人でホテルポンって入るじゃないですか。っていうシーンがあったじゃないですか。で、出てくるとき岩合さん一人で出てきて、で、彼女が一人でまた出てくるじゃないですか。で、その彼女を追っかけていって、このシーンになるじゃないですか。その別々っていうのは、やっぱそのアリバイというか、なんかそういうことで別々に入って、別々に出るみたいなことをしたってことですか？別々に出てきた理由っていうのを、ちょっとここで明言していいのかどうかあれなんですけど、多分人によって多分考え方違うと思うんですけど、僕の中での解釈では、ちょっともう二人の関係性って難しくなってきてる部分があるんじゃないかっていうのを示唆したかったんですね。なんだろう、もう結婚が間近で、検事自身は、ミサともうちょっとで決着をつけなきゃいけないっていう、すぐ分かりつつ、でもそれを言い出せなくて、傷つけたくないから傷つけてるみたいな。なんなで、るほどね。まあでもそういそう、ういうことですよね。本当に仲良く、ずっと能天気な男だったら、多分このまま2人で、じゃあ一緒にパスタ食いに行こうかって言って食いに行って、そうですね。また会おうねって言えるんですけど、もうそういう空気がなくなってきてるっていう、ちょっとした違和感を感じてほしくなるて。ほどね。いや、違和感はめっちゃあったんですよ。じゃあ、シーンの説明の方、お願いいたします。岩合さん演じる検事と、その婚約者である果歩が2人で、まあ、家の近くにある、まあ、すごい綺麗な湖でデートをしているというシーンですね。で、ここのシーンでちょっと注目してほしいのが、ちょっと猫目さんが持ってるのが魚の餌を持っていて、魚に餌をあげてるんですけど、まあ、ケンジ自身が
すごく魚が苦手という設定があって。それだって。で、そういう可愛いのいっぱい食べてるよって言われてるんですけど、で岩合さん自身はそれがもう気味悪くてしょうがないけど、ちょっと言えないっていう場面。面白いですよね、またね。すげえアドリブっぽい感じの、なんかね。関係性というかね、こうパワーバランスって言ったらあれですけど、うん、まあ、がやっぱちゃんと出るところなのでね。面白かったわ。日傘をですね、彼女のために刺してるっていうのはすごいいい男だなと思いますよね、これ。うん、まあ、本当は近寄れないだけなんですけどね。でこの2人の姿を遠目で見ていたその主演の一人の村田優衣がやっぱり彼女って結構役に入り込むというか、役を演じるというよりはこの役の人物を生きるっていうような演技の仕方する子なんで、この岩合さんと猫目さんのこの2人の姿を遠くで見た時に本当に燃えてきたって言ってるまんまですね。いいなと二人の関係性、本当に背景の後ろ姿見てるだけでもそれ感じれるようなシーンになってるんで、確かに、うん、本当二人ありがたいなっていうふうに思ってますね。いやー、猫目さんも素敵でした ね、まあ、だから楽しくないデートではもちろんないんで、そうならないようにっていうのはこう、まあ、意識はしましたよね。でも動じないですからね、猫目さんね、何が来ても、ね、猫目さん何が来ても大丈夫、それが面白い、全部受けて立つから面白い、仁王立ちの似合う女優です。いや本当素晴らしいなと思って、うん、この2人の関係性がちゃんと見える面白いシーンですね、ここね。いやそうですね、うん、でまあいろんなシーンで出てくるんですけれども、ケンジの癖っていうのがね、あここでも出てくる、一つのキーポイントになってくると、結構いろんな、みんなね、そういう人、いろんな人物に癖だったり何かがね、結構象徴的にあって、うん、結構効果的に後々ね、いろんなところ出てきますよね。いろんなところ出てきますね、うん、僕その癖ですごく気になったんですけど、僕が見落としてるだけかもしれないですけど、陽子の癖って何かあったのかなと感じよく見てて、それもし、まあ、カットしなきゃいけないんだったらカットするんですけど、今ここでお答え、個人的に気になるってできますかね。実は困った時にある仕草してるんで、もう一回もしご覧になった時に、あ、これやってるなっていうのは多分分かるんで。あ、本当ですか。じゃあちょっと劇場で見た時、大きいスクリーンで確認したいと思います。これかって多分なると思います。だからこれは脚本には書いてなくて、主演の菜々美が自分にもそういうなんかあった時にやる癖があったら面白いんじゃないかということで取り入れてくる。あるんだ。ない無意識の癖は実はこの映画の中にちゃんと描かれてる。みんなあります、みんなありますよね。山口さん分かりました、ね、多分分かります。すごい。ありがたいな。いや僕ちょっと劇場で確認します。これは日曜の昼間から愛人と会っている自分の兄を見つけた時の陽子ですね、そのシーンの。でこれはなんか細かく言うと、その愛人のミサが出てきて追っかけるぞっていう時の彼女の顔ですね。まあ、さっきもね癖で出てきましたけど、やっぱ陽子はよく見てるんですよね。いろんな人の癖を気づく。見る。やっぱだからこう。なんか見るっていうことがまず大前提というか、観客の視線があったり、登場人物の視線があったり、とにかく何かを見る見る見るっていう動きがどんどん連結していくようなものが映画だと思うんで、何かを見るってことがすごくいい味になる女優って、もうそれだけで、うん、もう最高だなと思って撮ってましたね。このシーンですごく、まあ、印象に残ってるっていうのじゃないんですけど、はい、すごく細かいなと思ったのが、ファーストカットの時に、ファーストシーンの時にブレるじゃないですか、カメラが、はい、でこの時に三脚持ってるじゃないですか。そうね、ここ三脚なんだよね。すっげーがある、そこも。
違和感っていうか、うん、ああ三脚なんだと思ったのよね。一個一個そういうのがちゃんとあるっていうかね。うん、そうですね。ちょっとレベル上げして挑むぞみたいな感じです。ね。そういえばその美術周りとかこう小道具だとかそういったところってその監督2人でこう分担的なのはあったんですか？あ、そうですね。あれ横回りは基本的に僕ら辺がやって、うん、で三沢回りは鈴木やったんだっけ？うん、あのそうですね、洋服選びというのをやってたね。めっちゃやってたよね。うん、そうですね。この後の写真で出てくる衣装で、その鈴木のこだわりの衣装が出てくるんで、おそれ見てほしいですね。でこのシーンはですね、まあ自分の妹が何の連絡もなしにどっか泊まってきて、こんなこと今までなかったんで何やってんだよってことでちょっと怒っている兄貴が家で待ってるっていうシーンですね。男と彼氏ともできたのかと思って説教する気満々なんですけど、この後帰ってきた妹に一蹴されるという。こんな渋い顔して待ってるのに全然勝てないからもうね。兄と妹なんですけど、ここのシーン限って言えば、はい、父親と娘みたいなね。あ、おっしゃる通りです。もう、はい、ここはずっと父親代わりですもんね。もう父親としてここにはいてますからね。もう、うん、内心穏やかじゃないですよ、一番。もう、どう、この時にはもう、こう言って、こう言って、こうして、こういう話をして、よし、説教しようって決めてますからね、もう。何回もシミュレーションして寝れてないですから。寝れてない顔してますね。寝れてないし。真っ白の顔。真っ白な。可愛らしいケンジの一面が見れるシーンでもありますよね。そうね。もっとね、ああなるとは思ってなかったっていうね。見てる側は若干そう思ってましたけどね。みんなはそう思ってます。叶わねえんだな。これ先ほどのシーンに戻るんですけど、あのパスタを食べていた陽子が、まあこの陽子と、あ、パスタを食べていたミサと陽子が会話をして、で、まあミサは出ていき、一人残された陽子が、あの人なんか想像と違った人だなって思いにふけてるシーンですね。これ小川さん三脚持ってますもんね。うん、そうですね。絶対尾行に三脚邪魔だろって結局ずっと思うっていうね。でもそれもすげえ面白かったな、うん、これを持って右往左往してるのがまたね、なんか面白かったですね、うん、そうですね。ちょっとやっぱ、うん、カバンに三脚が引っかかってるだけでちょっとコミカルになるなと思って。そうなんですよね。あのシャオメイとの電話も電話だけなのに関係性がすごい掘り下げられていって見ていて楽しかったですね、ここ本当に、うん、いろいろ効果的だよな。でこの映画の特性上、やはりその兄を中心にすごいあの人間関係が結構がんじがらめになっている登場人物がいっぱい出てくる作品なの、うん、主要キャラクター全員そういう一つの業みたいなのに縛られている部分があるので、そういった関係性のなんか意図から完全に解き放たれてるすごく自由なキャラクターがいればいいかなと思って、そのシャオメイというキャラクターが一人いるという、うん、その彼女がすごく自由に笑ってあの人ごとみたいになんかいろいろ喋ってるってだけで、まあ、一つ息抜きができるというか、まあ、そういう意図があって作られたキャラクターですね、うん、ここのシーンはあれですよね、まあ、ちょっと子供っぽさも出ますよね。こう三脚を持って右往左往したり、うん、はい、その結局最後自分も パスタ食べるんかいみたいな、評判良かったからやっぱ食べるんだっていう、なんかその子供っぽさじゃないけど、なんかそのね、幼さもちょっと感じたりとかして、うん、でキャラクターの深みがすごい増すところかなと思いましたね。敵情視察で2人はどんな感じなのかっていうのをちょっと見に来たというような感じです。はい、まあ、こちらさっき、はい、あ、どうぞ。こだわりってたこの衣装ってここですか？そうですね。逆に目立つよってやつですよね、これね。これ、あの、人合わせしてる時に鈴木から、その、この時自分たち別行動してて、で、彼女の衣装をメールで送られてきた時に、もうめっちゃ笑って、このセンスから、
ちょいちょいこういう子が入るから面白いんだよね。飽きないですよね。うん、あとこれ鈴木これさ衣装もう一パターンで NASA っていうのがあったよね。NASA ね。さ NASA って書いてあるよ。あれもめちゃめちゃ面白かったんだよ NASA って。衣装選びはベラタさんと一緒に、うん、どんぐらいでしょうね。ほぼ丸一日渋谷の街、まあ、店を練り歩いて、中場所っていうのデートチックな感じだったんですけど、そこでいろんな服をこう着てもらって、で、こういうところはね、笑いのやつなんで、僕が最初に見たときに、まあ、爆笑できるかどうかっていうので、それを基準に決めてたんですよね。で、なんか NASA って T シャツがあって、まあ、絶対着ないだろうなみたいな。でもそれもありかなってめっちゃ笑ったので。で、まあ、苦渋の決断で、NASA はさすがにちょっとやりすぎかなっつって、ここに落ち着いていくみたいな感じで、まあ、いろんなこう映画通して彼女が結構衣装チェンジするんですけど、うん、なんだろう、そういう、まあ、コスプレって言い方変ですけどね、世界的な要素でいろんなチャーミングさ、いろんな側面が見えるっていうところは考えながら、程よく悪ふざけしながらっていう感覚で、うん、衣装選びはしましたね。やめときましょう。これ結構ね、すごいただならぬ雰囲気が伝わってくる、伝わってると思うんで、このシーンぜひ、なんか、実際、こう、本編を見たときに、あ、これだって、多分思うような。結構、撮影してるときも、顎がガタガタになりながら撮ってたんで、うん、もう真骨頂みたいなシーンですね、この村田結衣っていう女優の。これはですね、初めて陽子がそのミサと会って、あの、喫茶店ですね。で、喫茶店で会って、家に帰ってきたら、兄貴が、酔っ払って帰ってきたっていうシーンですね。兄貴はですね、自分の愛人と妹があってなんて、もう、つゆとも知らず、妹がいろんな釜掛けの、なんか、質問を投げかけるんですけど、それに対しても酔っ払ってるんで、もう気持ちよく、持論を展開してるんですけど、いや、お前、違うやん、違うことしとるやんっていうような。めっちゃいいこと言ってる風だけど、最悪だな、こいつっていうね。主人公の気持ちとしてはそう感じるっていう、ね、そうです。一瞬で気づいてます、ね。なんとなくずっと岩合さんのイメージずっとこれなんですよね、僕ね。この作品のこう、ずっとこう、半笑いというかこう、平和そうにこう、いいこと言ってるっていう。ああ。そうです。なんとなくのそのイメージね。なんか真顔っていうよりもこういう、ちょっとこう、柔らかい感じで。いやいや、ね、言葉選んでいただいて、ヘラヘラしてます。いやいや、いいですね。ですね。もうこれ、絵的な対比もうまいっすよね。うん、はい。なんかすごい、岩合さんって、なんか僕の中では、あの、イーサン・ホークっていう役者。ああ。いやいやいや、それ。すっごい大好きな役者。イーサン・ホークさんって、いや、結構、ダメ人間役が多いっていうか、なんかもう超完璧な役ってすごく少なくて、うん、どっか弱さがあったりとか本当にどうしようもない行動しちゃうお父さん役とかそういうのはすごく多いんですけど、なんか毎回あの人の笑顔を見るとどうしても憎めなくなっちゃって、うん、っていうすごい魅力を持った役者だなと思ってて、で僕はちょっと岩合さんの笑顔にそれと同じものをちょっと感じてしまうという、まあ、確かにそれ分かる気がしますね。、うん、ちょっと笑顔はちょっと憎めないというか、すごいですね。例えば岩合さんが本当にあの最悪な状況下で、例えばあの犯罪映画とかでとんでもない犯罪を犯した後に岩合さんがこういう笑顔で笑ってきたらもう本当にどうしようもない気持ちになるかなと思って、そういうのもいつか撮ってみたいなと思いますよね。おお、いいっすね。また岩合さん、よろしくお願いします。楽しみにしてます。ちょっともうみんな褒めすぎるんで、ちょっともうちょっともうあの穏やかじゃない。でも本当にいいんですよね。本当にいいです。うん、憎めない感じ。個人的に岩合さんの表情でいうと、あのやっぱり結婚式のところの表情ね、あそこね、大好きです。ありがとうございます。次の写真移りたいと思います。これはですね、すげえなんか片言がうまいなと思ったんですけど、はい、テクニックですか。まあ、実際あの、その主演演じてくれた陽子さんがその台湾の方で、はいはい、でもうこれもほぼ当て書きというか、日本語はでもペラペラですか。まあ、でも結構こういう感じで喋る方ですね。あ、そうなんだ、やっぱ、はい、そうなんです。いや、うますぎだからそうですよね、さすがにね。うん、
でもやっぱすごい役になりきるのがすごくて、もっと自然でしたね。まあやっぱすごい、あのいきなり女子高生のような演技パラッとしてくるんで、でも彼女も本当にものをいろいろ見てる方で、なんかあそこ今ああいうことが起きてるねとか、撮影中に僕の知らないところで起きてる、まあ、別現場の時のなんかこういう事件が起きてるんじゃないかとか、いろいろそういうのを教えてくれてたんですけど、あ、すごいいろんなところよく見てる方だなと思って、うん、なんで彼女も、まあ、一つの観察者というか、まあ、ものすごく陽子が周りのことを見ているのに対して、その陽子を彼女はよく見ていて、うん、である種陽子を導くような存在になっていくのも、うん、すごく気にかけてて面白いなと思って、まあ、すごく美味しい役だった。いいポジションですね、ここね。ちなみにすみません、シーンの説明をいただいてもよろしいですかね。お願いします。これ授業終わった後に、まあ、あの主演の陽子が、まあ、なんて言うんだろうな、みんなが部活に勤しんでる時間、自分たちの、まあまあ、秘密の場所というか屋上前の階段でなんか秘密の会話をしているというようなシーンの照明のアップですね。が2人で会話するとこ、ここが初めてでしょ。そうですね。あ、基本なんか屋上周りとか外ですよね、この後ね。そうですね。なんかすごい日陰物みたいな感じの扱いにしたかったんで、うん、すごいあの屋上がめちゃめちゃ明るい場所なのに、そこじゃなくてその手前の暗い階段で会話しているっていうのが面白いかなと思って、この場所にありました、うん。これはですね、このミサと陽子が、まあ、あの敵情視察というか、まあ、カホという女性がどこでどういうふうに働いているのかっていうのを見に行くシーンですね。でちょうど今2人はそれを見て、そのカホという女性に対する所感を2人で述べ合っているというようなシーンですね。まあ、不倫してる相、不倫じゃないか、浮気してる相手の奥さんになる人を見に行くっていうのはすごく勇気があるんじゃないかなって。いや、なんか女性ならではなんじゃないですかね、ここですよね。男性だとないですよね、うん、これない気がするな。でも女性はするよね、これって、こういうことね、平気でするじゃないですか。女性か男性かちょっとわからないんですけど、なんかすごくアナーキーなんですよね、このミサという女性が、うんうん、でちょっとなんか常識と外れたことをいきなり提案してきてやったりするっていう、そういった秩序のない行動に結構、うん、主人公の陽子は惹かれていくんですね。うん、陽子はどっちかというとその秩序正しくいきたいので、いきなり兄貴が秩序正しい、その結婚ってまさにその秩序そのものというか、そういったものを破壊するような行動をしているので、なんだその無秩序さはと思って、あって見てたら、今度はこの女性のその無秩序さに惹かれていくというか、そういうちょっとアナーキーさがこの映画のテーマの一つでもあるので、だ女性だからする、男性だからするっていうのはちょっとわからないんですけど、ミサだったらするみたいな。絶対しますよね。はい。だってこの後もっとすごいこともするじゃないですか。そうです。ね。アナーキーさというか、これは学校の陽子の担任役を演じてくれた、南久松さんが、まあ、まあ、三者面談してるようなシーンですかね、いわゆる。これはそうですよね。これ言っちゃっていい感じなんですかね。あんま細かく言えないですよね。言えないですよね。まあここはなので、まあ南さんが、そうね、南さんが結構出てますよと。まあ、南さん節でこう節があるよとくださってるというのだけはお伝えしたいなと。出てますよ南さんねっていう。岩本さんを知ってる。細かくは説明しませんって、ね、細かくは説明しませんが、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと、うん、ね、はい、本当南さんってすごい好きな女優で、僕と鈴木が卒業制作で映画作ってた時に南さんとはお会いしてて、うん、へえ、4年代ぐらい、10年以上前ですね。めっちゃビール飲んでたもんね、あの時ね。うん、電車の中とかで平気で缶ビール、面白い人ですよね、なんかね、この人ね。超かっこいいです、本当。はい。まあ、場面写真にはないところで、何か質問とか、山口さん、あったりしますでしょうか。質問？もう結構いっちゃったけどな。はい、あ、そうそう。
そうですね。かなり質問時間も押すぐらいの質問をさせていただきます。すみません。なんかついつい気になることどんどん言いたくて。そうですよね。嬉しい質問ばっかりで。なんかもう僕一個だけちょっと質問させていただきたいことがあって、はい、あの陽子と賢治の過去についてなんですけれども、まあ、はい、両親との関係とかってそこまで劇中で語られてないと思うんですけれども、そのあたりって、まあ、ちゃんと設定大きめに なられてるんですかね。あ、そうですね。あ、少し話していただくこととかできますかね、その設定を。あ、ただなんか、はい、なんだろう、語らないことでなんか永遠になんか観客のものにできるものってあるんで。なるほど。細かく設定されてるんですけど、ええ、だから今ここで言っちゃうとなんかその永遠が言う必要もないですよね。確かに。なるほど、なるほど、はい、で細かく決まってて、うんうん、でなんかこの作品って実はモデルというか人間関係のモデルになった対象ってすごく多くて、うん、なんか言っちゃうとなんだろう、まあ、僕と僕の母親の関係がすごくこの岩合さんとその陽子の関係にすごい似てるというか、あとそうなんですよね。で僕と母親の関係が親子ってよりはすごく友達に近い関係というか、そういうお互いいろんなことを相談し合うような、なんかすごくもっと対等に近いような関係で会話することがすごく多い感じだったので、本当は親子の話にした方がいいんじゃないかって話も最初はあったんですけど、ちょっと兄弟にした方がより自分の見てきた世界とすごく似てるので、そうしようって話になって、うん、まあ、こういう関係に作られたって感じですかね。はい、これちなみに撮影期間ってどれくらいだったんですか。あと10日ちょいぐらいだったかなって感じですね。10日ぐらいか。母親監督の実家でね、撮影をさせていただいて。そうですね。うん、じゃあソファーとかのシーンはご実家なんですか。そうなんですね。なんかすごく脚本の時に、まあ、ぶっちゃけるとすごい自分の家庭の話とほぼ同じだなと思って。だから読んで、全部自分の家で再生されたんですよ、その映像が。うん、で、猫目さん演じる加護のキャラクターも自分の父親にすごいそっくりだったんで、なんかやっぱりすごく複雑な役じゃないですか、過去の役って、うん、なんでこの役がちょっと分かんなくなる瞬間もやっぱあったんで、その時うちの両親が弁当とか届けに来てくれてて、うん、実際その猫目さんも自分の父親に会っていろいろ話したんで、では過去の役っていうのはモデルとしては自分の父親がいるんだよねみたいな話をして、え、そうなの、自分の父親も同じようなことがあって、でもそういうふうに全然見えないでしょみたいな、そういうふうに人って一見しては全然想像もしえないようなことがたくさん人生の裏側で起きてるから、そういうふうに演じてくれればいいんだよみたいな話をしたりとかして、なんかよりモデル対象が近くにいたんで実感がつかみやすいというか、っていうような感じでできたんで、実家で撮影したのはすごくいい経験だったなと思いますね。ああ、いいっすね。じゃあ10日間、まあ、順調で、まあ、予定通り10日間って感じですか。追撮とかでもなく。そうですね、10日間順調に。じゃあもう特にアクシデントもなく、まあ、ちょっと太陽が沈んじゃって、ああ、さってもう一回撮りましょうここっていうところあったりしたんですけど。ああ、それぐらいですか。基本的にはすごく、なんだろう、カメラマンも自分がやってるんで、なんか判断が早くできるというか。なるほど、なるほど。次この絵作ってくださいじゃなくて、次撮るの分かってるんで、じゃあ次に撮り敷いといて、でこっちのフィックス撮った後にすぐこっち撮るよみたいな感じで、すごくできるんで、なんかそういう意味でもすごく早くできたなというような感じ。岩子さん的にはなんかこうネタみたいなないですか。この時こんなんがありましたけど。こういう振り方なんですかそれ。いや、こういうの聞きたい、メイキング的なことを多分お客さん聞きたかったりするじゃないですか。うん、俺好きなんでメイキングとかの。まあでも、このシーンの裏では実はこうでしたよみたいな。エンドロールにも出てきますけど、高校のね制服とかは本当にリアルな。あれってなんか仙台。そうなんです。仙台育英かなんかの。そうなんです。仙台育英です。あ、それ思ったんですよね。俺仙台行ったのかなと思ったけど、そういうことじゃない。
いや、加賀さんのご実家が仙台なんですよ。あ、そういうことか。だから、まあ、遠征というか、なので、あの池とかも、ね。そうですね、仙台で。あ、そうなんですね。そうなんです。うちの親父が高校教師なんで、へぇ。ここでロケするって結構大変で、そうですよね。生活からプライバシーがどうとかですごく大変なんで、もうそういうのを全部 OK な人っていう募集して、もう結構あ、じゃあ、あのエキストラの方たちは、現役の。仙台育英の方。そうです。じゃあこれ仙台でやりたいですね。本当そうなんです。やったんですか。いや本当そうですね。絶対やりたいですよねこれね。はい。うん。それ頑張りたいなと思ってて。ねえ、絶対凱旋したいですね。はい。いいな。まあいいですよね。あとなんか鈴木なんか裏話とかあったら。あれ？これそうそうそう、なんか、裏話、なんかありますか？裏話ですか。ですね、まあ、ちょっとこれは、そうですね、まあ、羽賀くんの、名誉を守った状態でなんですけど、まあ、これは、羽賀くんが現場にいると、非常に、なんだろうな、年中行事であるんですけど、彼の非常に素晴らしいところだなっていうところで、役者さんがお芝居、してるところでもう本当にいいお芝居になると、まず羽賀くんがすごい泣いちゃうんですよ、フレームを覗きながら、でもそれってなんだろうな、こう仕事とか作業とかでやってるんじゃなくて、そこのフレームでもう彼の中では撮影をしてるっていうのもそこで映画が見えてる状態、もちろんいろんなことは考えてはいますけども、そこで行われてるお芝居っていうのを彼がこう見ていて、まあ、変な話、OK かどうかの基準は彼の泣きが見れたかどうかっていうのも結構あったりするんですよね。ヤコさん、結構見ますよね。いやいいっすね、でもね、素直ですよね、それね。そう。だからね、どうしたって変なフィルターいっぱいかかって見ちゃうですね。そうですね。だから本当にこうそこで行われてる、なんだろうな、世界というものに真摯に向き合っている、貴重なカメラマンかなっていうふうに思いますね。カメラマンであり最初の観客なんだろうなっていう、ね、いいこと言うな、あ、めっちゃいいこと言うな。これしまこれで締まりじゃないですか。いいね、いい言葉を、役者が演じる側もそんなね、芝居で一番身近な人がね、こう感極まってくれたら、それはね、この人に届けようじゃないけどね、ありますよね。いいね。いいエピソード。いや、でも本当そういう素晴らしい役者の演技が見れるっていうのはもう、これ以上ないぐらい幸せなことなんで。いいっすね。なんかいい観客であろうと思ってるんですよね、常に僕も鈴木も。なんか、やっぱり最初の観客じゃないですか、現場のそのそうです、ね、モニターを見たりとか、モニター見たりするその芝居を見るってことに関しては、その監督2人が最初の観客だと思うんで、なんか結局僕ら最初の観客でその芝居を見て感動しなかったら、実際映画見に来る観客も感動しないんじゃないかなと思うんで、結局そういった高いハードルを役者はスイ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 どんどん超えてくれるんで、なんかもう本当幸せでしょうがない現場だったなと。このあたりでですね、愚か者の上映告知の方をお願いしたいと思います。はい、原監督からお願いいたします。テアトル新宿で11月20日の20時50分に、最初の1回目が上映されて、で2回目が12月の4日から始まって12月の10日までの1週間、同じように20時50分からのレイトショーでテアトル新宿で上映されますので、皆さんよろしければぜひ劇場でこの素晴らしい作品を体験していただければと思います。素晴らしい。いやー、テアトルいいっすね。本当に1週間なんですか。いや、すごい、絶対 2,3 週間できるなと思うんですけど、あの客数ね、すごいよね。なるほど、ワクワクしますね。いや、本当楽しみですね。まあこう、ね、できれば舞台挨拶とかもしたいですけどね、どういうあれかね、はい、まだこういう時期なんであれなんですけど、そうですね、ね、なんかこう行ったらいろいろ楽しめるとね、岩合さんに会えるんじゃないかっていうね、岩合ファンが来ますから、だから、いやーね、舞台挨拶とかね、まあ本当ご時世がね、ね、できる限りはね、注意しつつ、はい、ちなみに、グッズなどの販売は予定されてますでしょうか。今パンフレットを今販売するので、でそれを販売する予定なので、もう内容もすごく充実した、すごくいいパンフレットになるんで、
ぜひあの手に取っていただきたいなと思ってます。この辺の詳細的なことはその何かあるんですか、愚か者のホームページじゃないけどツイッターのなんとかとか。ツイッターのアカウントとフェイスブックのアカウントがあるのでそこから辺をフォローしていただければなと思います。じゃあ気になる方はフォローですね、よろしくお願いします。これじゃあ曽我さんなんか概要欄に、そうですね、はい、書いていただくってことですね。お願いします、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、愚か者に、関わらず他に何か告知などありましたら皆様よろしくお願いします。じゃあ1個だけいいですか。ぜひぜひ。ちょっと違うんですけど、あの二次元の森というあの淡路島にあるあのアトラクションにゴジラが誕生しまして、まあ、そのアトラクションのムービーにちょっと出演してまして、その、まあ、何よりやっぱね、ゴジラ、あとこのご時世というかね、GoTo もありますので、もしちょっと機会があればぜひ、僕もまだ行けてないんですけれども、ぜひご覧いただけたら嬉しいな。結構長いことやってるですよね。もうあの、常設みたいなので、常設なんですか、の長い作品に行ってるんです。淡路島やったら実家が近いんで行きたいです。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。あ、シン・ゴジラにもね、あの出演されてますもんね。いや、そうなんです。もうありがとうございます。そうですね。結構ゴジラ関係いろいろ出てますよね。ゴジラ関係は。ゴジラじゃないのもあ、ね、高井君とやつもやってましたよね。そうですね。ね。ゴジラ界隈では、岩子さんめっちゃすごいいろいろ出てるって。羨ましい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。それでは最後にですね、ゲストの皆様からシネマチュラリズムの、視聴者の皆様にメッセージをいただきたいと思いますので、まず岩合さんからお願いできますでしょうか。はい。まあ、ちょっと何度も言ってますけども、まあ、こういうご時世ですしね、本当はもともと6月にテアトルさんでそのかけていただけるかもっていう話であったんですけど、ね、こうまあでもずれても、でもこういうふうに公開が決まって本当に嬉しいです。あのシネマチュラリズムをご覧になっている方々は結構馴染みのあるキャストというか、もう結構いっぱい出てると思うんで、ぜひ劇場でお会いできたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では芳賀監督よろしくお願いします。はい、こういうふうにあのシネマチュラリズムの視聴者の皆さんってきっと皆さんとても映画が大好きな方だと思うので、僕自身もとてもすごく映画が大好きで、映画に人生を救われてきたようなことがあるので、そういった映画好きな方にこういったお話を聞いていただけて、そして映画見に来ていただけるっていうのはもうこれ以上ないほど幸せなことなので、ぜひあの劇場でお会いできたらと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では鈴木監督よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっとコロナウイルス、まあね、あの不安なところが、まだある世の中ではありますけども、まあ、映画館で映画を見れるっていうのはすごい贅沢なことだなと思うんで、もしお時間ありましたら、みんなでね、一緒にこの映画楽しめればなと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。これじゃあ、はい、さて、上映期間中は監督たちも、まあ、できるだけいる感じですか。テアトルさんには誰かしらいる感じですか。はい、なるほど。じゃあ見に行けば監督さんに声かけていいよと、はい、感想言ってもいいと。そうですね、多分見たら話したいって人も結構いると思うんでね、ぜひ ね、うん、ね、声かけてあげると監督も嬉しいですよね。そうですね、いろいろね、感想とかね、もらえると。そうですね、多分本当これシネチラ見てる人は映画好きが多いので、うん、はい、細かいこととかいろいろ感想持ってくれる気が、ね、はい、長く愛してくれそうな気がするんで、多分あの、はい、シネチラ見てる方の中にはスキップとかですでに見られてる方もいっぱいいるし、はい、そういう人たちは応援団になってもらってね。そうですね、嬉しいですね、うん、盛り上げてもらって、うん、また多分テアトルにも行かれるでしょうから、うん、そうですね、応援をね広げていただいてということで、はい、やっぱこういい映画はね、いろんな人に見てもらいたいですね、はい、いや本当そうです。はい、ありがとうございます。では、最後にですね、シネマチュラリズムのポーズで締めたいと思いますので、皆様準備の方よろしくお願いいたします。右手で C でしょうね。そうです、右手で C、はいはい、はい、ではいきます。せーの、シネマシネマチュラリズム、チュラリズム。
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。